ます。はい、こんにちは、沢瀬ひかるです。ミッドガル第7歩兵連隊隊長クラウドでございます。うん、まあなんかいろいろあってシンラのこいつらとね、隊長であるクラウド一緒に脱出することになりました。まあ要は、まあね、前回までの動画でこのね第7歩兵連隊を仕切っていたクラウド君、まあ、こいつらがねなんだかよくわかんないけどクラウドのことを慕ってくれるんで、攻撃してくるシンラ兵は敵とみなして進んでいくっていう、そういうミッションになりました。こいつらはもうクラウドのことを信じきっているので、敵とは思っておりません。港管理と。なのでこいつらをさ、俺は守っていきたいわけよ。なのでクラウド隊長が速攻でこいつらを倒してやる。おら、はい、ラビットチェーン、おら、俺はこいつらのことを守ってやるんだ。ラビットチェーン、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 大丈夫か？ D がちょっと攻撃食らってんな。こいつらでも回復させることできないでしょ？あ、できる！できるじゃん！じゃあ大丈夫！じゃあ大丈夫！君たちのことをもう毎日も最後まで守ってあげるから！なんだ、俺こいつら、こいつら全然もう、なんか何？なんなら、回復できない奴らだと思ってたから。じゃあ大丈夫よ！うん、もう、クラウド、この10、もう、口まで、クラウドがケアルしてやればいいだけじゃん。なんだ、なんだ、なんだ、じゃあ大丈夫よ。もう、速攻で倒さなきゃいけないと思って、もう、ラピッドチェーンめっちゃ連発しちゃったじゃん。他の隊はいないようですね。もっと奥へ行ってみよう。イエスソめちゃめちゃ従順じゃん。めちゃめちゃ従順にクラウドのこと、慕ってくれてるじゃん。もう、かわいい。お前らかわいいよ。慕ってくれる後輩はもう、常にかわいい。学生時代から。社会人になっても慕ってくれる後輩はもう最高に可愛い。いいかい、みんな先輩をとりあえず慕えばいい。何でも怒ってくれるから。うん、よし、いいか、いるね、目の前にいるね。大丈夫か。え、社長が襲撃されたって本当なの？襲撃犯はすでにアルジュノンに移動した。俺は伝令をして回っている。そうか、ありがとう。よかったらこれ使ってくれ。味方じゃん。いいやつじゃん。ミストハイポーションありがてえ。これなんか全体回復的なやつだから、困ったらこのミストハイポーションを使って回復させるみたいなのもありだね。え、こいつらを従えてボス戦とか嫌だな。なんなら一人の方がいいな。わあ、この小部屋戦闘しそう。いるね。時間はかけ、あら、あら、俺の仲間に寄せてくれ。ラピッチェイ、おら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 おい、それでも厳しい訓練を乗り越えてきた信頼兵か、元。何かなぁじゃないのよ、クラウド。まあ、大丈夫か、人もいると。ちょっとディスオーダーがよくわかんなかったな。もう一回ちゃんと見ようか。威力の高い攻撃をしつつ、モードチェンジします。モードチェンジしますってのはちょっとよくわかんなかったな。ちょっとよくわかんないね。とりあえず使いまくろう。使いまくっていこう。うん。とりあえずラピッドチェインで敵全体的に攻撃して減らしてからだな。侵略者はまさか我が隊に紛れていませんよね。ギク、俺たちの目はごまかせないぞ。イエスト、ごまかせないぞじゃないの。ギクじゃん。襲撃者は我が輩なのにギクよ。ああ、宝箱。いやー、お、精霊のピアスじゃん。リレイズ効果のあるやつ。なんでこんなところに。いや、なんかボス戦ありそうだな。ちょっとやだな。こいつらの面倒を見ながらボス戦するのちょっとやだね。あー、であれだな、盾持ちか。盾持ちちょっとうざいな。はい、こんにちは。まず後ろからよ。うわ、ちょっと待って、お前やだ。ちょ、お前じゃない、こっち。おら、
いい、ちゃいちゃいちゃい、お前、お前、お前、ラビチェ、おら、こいつ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 、おら、ブレイバー、おいしょ、中華兵、お前嫌い、OK、よし、えい、アビリティ、ディスオール、鎮圧兵、おら、渡せ、はちゃめちゃに食らっちゃったじゃん、はちゃめちゃに食らっちゃったじゃん。しょうがねえな、回復させてか。自分のことよりまず歩兵ね。まず歩兵を回復させるっていう、うん、まあまあポーションはいっぱい余ってっから。あー、クラウドケアリとか、オッケーオッケー。範囲化のマテリアが欲しいね。範囲化があればな、こいつらも一緒にクラウドも回復させることができるけどね。よし、こうか、ついてこい。お前らのことは絶対見捨てないぜ、隊長がね。こっち側もなんかない？こっち側はいけないか。いや、盾持ちきついな。これ普通の兵士はいい、全然。あれ、あ、仲間か。あ、こっちは襲撃犯について何か聞いてないか。襲撃犯はすでにアルジュノンに移動した。俺はその伝令だ。伝令だよ。これ受け取ってくれ。あ、なんかくれるやつ。ミストポーション、またハイポーション。君は、貴様は、あ、ガンムシ、ガンムシ兵、ガンムシ兵じゃん。お前、俺が味方じゃないって気づいてるな、さては。あ、エレベーター、よし、行こう。おい、お前ら乗れ。上だ。あ、乗ってるみんな。あ、知らんうちに乗ってたわ。クラウドのおでこ。よし、行こう。クラウドも熱い男だぜ。興味ないね。お、これはやばいぞ。上にもいるな。いや、ここはクラウドがこいつをやるしかない。フラッシュフレーム、これは電気も効くから、ジュノスイーパーには効くはず。あ、え、出て、待って、お前よ、よしよし、気づける気づける、って違う、ブレイファーじゃないのよ。キレキレキレ、よし、ヒートした、ヒートしてる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 、で、バーストスラッシュで、ヒートできるか。オッケー、えい、ブレイファー、よいしょ、よいしょ、オッケー、キレ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 、よしよし、これでやっつけた。あいつらはこれか。え、あそこどうやって攻撃すればいいの。降りてきた。え、あ、いたいたいた、こいつか。てめえ、俺の仲間に何するのっすよ、この野郎。おらら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 ら、上どうやって攻撃する、上どうやって攻撃するの。え、上登れる、当たんねえんだけど。ほら、当たんないですけど。あ、切れた切れた。おらららららら、 OK、 あ、動いた。はい、サンキュー。はい、あらららら、はい、フレッシュフレーム、もう一発フラッシュフレーム、キレ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 、あら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 、はい、バーストスラッシュ、突き崩し、はい、バースト、はい、ここでディスオーダー、あら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 、アビリティディスオーダー、オッラー、オッケー、えい、ブレイブ、よいしょ、よいしょ、オッケー、うぅ、いいぞ、お前たち、いい働きだ。で、でっつって、これでディスオーダー、うん、マスターしたので、やはりこの戦闘中はルーンブレイドじゃなくてシルキーセーバーの方がいいですね。攻撃力もあるし、うん、ルーンブレードでもいいっちゃいいかな。魔法攻撃力高いのいいけどね。クラウドでやっぱり肉弾戦強くするのあるでしょ。いやー、ちょっとなんか気になるな、こいつらのヒットポイントが。もう毒親ですわ、毒親。
ちょっと回復させとこう。だって怖いもん。こいつら死んだら嫌だもん。え、オッケー。オッケー、行こう。あんでもって、こっちか。なんもねえか、このエリアは。いいか、一人もかけずに行くぞ。みんなに伝令をしつつ、お前らもいい働きだ。隊長についてこい。俺とお前は一心同体。あの厳しい演武覚えてるか。隊長、伝令はもう無用ではないでしょうか。え、そうなん。休むまでやらせてくれ。いいか、残ってる兵士がいるかもしれない。残ってる仲間たちを一人も逃していけないんだ。それが俺たちの指令。仲間たちを一人も逃していけない。それが神羅のやり方だろう。うわぁ、なんかすごいとこ広い。あいつ動きそうだな。あいつ動きそうじゃん、めっちゃ。なんか戦うことばかりに気を取られて、あんまり見破ってないな。でも多分、あのバイクみたいなのきっと動き出す。こいつ動き出す。絶対動き出す。絶対俺は来た。まあ、ボケ。危ねえ。切れ。こいつ、ボケ。待って、こいつ戦い方がよくわかんない。見破る。見破り。オッケー。一匹しかいないね。ブルーモーター。あ、弱点めっちゃあるじゃん。炎、氷、風に弱い。シーナの兵器開発部門が製造した自走式対人兵器。小型ながら高排気量エンジンを搭載しており、銃を無事に動き回るということで、弱点属性の攻撃でヒート状態にできる。ヒート中は前方にバレアを張り応戦してくるということで、ちょっとね、めんどくさい的なんですね。これ、ユフィ編にも出てきました。でも、すごいかわすじゃん。すごいかわすじゃん、お前。で、ここで、違う、アビリティ、違う、フラッシュフレーム、当たるか？オッケー、で、弱点攻撃、全然ダメ、僕が、あら、おいしょ、キレ、ここだ、フラッシュフレーム、全然当たんねえ、お前、しくしゅ、止まったところ狙う方がいいか、崩御、あらららららら、キレ、ボケ、キレ、フラッシュプレイ、よし、いいぞ、入った、いいとこに入ったじゃん、よし、で、なんかいっぱい来る、花火みたいに来る、ボケボケ、これで狙われてるときすごい来るな、目もあるわ、お、ポーション、へえ、優しい、ブレイバー、ちくしょー、俺にポーションまでしてくれるの、お前たち好きになっちゃうじゃん、お前らのこと、なんでそんな優しいん。もうなんならティファ、エアリス、バレット、レッド13をもう無視してさ、お前らと一緒に倒しに行こうかな、セフィロス、それぐらい優しいじゃん。うん。あー、休憩ポイント。うわ、ここに休憩ポイントあんの嫌だな。これボス戦近いってことでしょ。こいつらの面倒を見ながらか。こいつらの面倒を見ながらボスと戦うってことね。回復させておこうか。これこいつらも回復するよね、当然。うん。お前らもベンチ座っていいんだぞ。体調に気を使わず。座りなさい。むしろ座りなさい。うん、これ体調命令だから。あ、回復してる。座らず立って回復タイプか、お前ら。うわー、これボスエリア、これ絶対もう、これボスエリアじゃん、ボスフロアじゃん、でムービーからのボスエリアじゃん、ムービーからのボス戦じゃん、絶対戦うやつじゃん。ほら、もうだって静かに、うわ、おお、面白いじゃないの。どうしよう、兵士訓練場。パレードに出るなら言ってくれよ、マイフレンド。気づいてたか、マイフレンド。バイク隊にスカウトしたのに。マイフレンド。第7歩兵連隊だ。残念。マイレディには振られたか。レディじゃないんだけど、フレンドでしょ。おー、電光石火とか書いてるし。なんか地下闘技場、サイの河原。え、なんでラッパ隊もいるの。え、これ大変なホエールだったんでしょ。戦うことないよね、こいつらは。なんだよ。
観客。観客。うわぁ、信頼にも野蛮な奴らいるね。君と私はすでにレジェンドなんだ。レジェンド。離れてろ。離れてろ。そっか、まあ確かに賞を2人とも受賞してるからね。パフォーマンス賞と社長賞。この時をどれほど待ち望んでいたか。君も同じ気持ちだろう。自分の気持ちを相手に増長させんな。終わらせようぜ、ローチェ。この戦いはこれで最後だ。焦るなよ、マイフレンド。いいだろう、やってやるぜ。まずはミューズイック。かっこいいんですけど。おい、燃えるじゃないの。照明は普通でいいって。なんで赤くすんだよ。血がたぎるぜ、血がたぎるぜ。久しぶりだな、リミック以来だぜ。ローチェ、いやバイクはずるくね。それでも情熱的、感動的な、なんで無体顔じゃないか。いやバイクはずるいって。いかれてるぜ、最高だぜ。おローチェ、待って、一回ビラブラしてごめん。ローチェ、えいや、ローチェ、炎は弱いっすね。マイフレンドを追いかけてミッドガルを飛び出した異端のソルジャーサード。任務に縛られず自由奔放に暴れ回る姿に多くの兵士が羨望のまなざしを向ける、弱点属性の攻撃でヒート状態にできると、うん、地走り中にヒートさせると反撃技を出しつつ地上に降りてくる。ヒート中の攻撃の隙にヒットさせるとクラッシュダメージが蓄積されて一定量を超えるとクラッシュする。よくわかんねえな。地走り中にヒートさせると反撃技を出しつつ地上に降りてくる。まあでもね、そうは言われまして、そうは言われましても、そうは言われ、わだだだだだ、地走り中か、ボケ。あらあら、あいしょ、今フラッシュプレイ。あ、ちょ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 、うん、あ、これだな。この時にきっと属性技を当てればいいって言うんだけど、フラッシュフレーム、あい、ファイヤーヒート。いやこれ炎属性の技を持ってないな。あら、フラッシュフレーム、あいしょ、あ、炎入んね。炎のマテリア持ってくべきだったね。おう、めっちゃおう、ボギャー、ボギャー、アイスキー、フラッシュフレーム、いけ、アイシャー、入った。バイクから降りるよ、そろそろ。声が聞こえないな。演者と観客が一体乗せ上手だな。そうだろう、マイフレンド。貴様もだな、マイフレン。降りてこいよ、バイクから。お、降りてきたな。降りないかい、降りないかいっつって。おい、そろそろ回復したいな。バカ、ねえ、はい、オッケーオッケー、安全策、キャルラ。うわー、キャルラ、キャルラできんかった。うわ、ちょっとやばいぞ。防御、防御、うわっ、スタン、やば、うわ、負けた。これ初ベーブオーバーじゃない。ちょっと炎マテリアないのきついかもな。きついわ。きついで、ガード強化は絶対でしょう。マインドいらねえな、ちょっとごめん。炎もらうわ、エアリスの。これ炎ないと多分無理。早すぎて当てれない。よし、行こうか、もう一回だ。畜生、初めてゲームをさせられちまったぜ。もう一回行こう。 OK、 防御、防御で早めに切りつけて、いや、あの飛び回ってる時に覚悟を。おい、ボケ、ボケ、
負け。オッケー、オッケー、叩き切る。あ、ちくしょう、あの火通してる。いや、2回打つで、ここ、あ、待てよ、防御。あら、狙う、まあ、防御じゃないか、覚悟、防御で、ここでマジックファイヤー、オッケー、やってる、これか。あの、ひるんでるときに、ひるんでるときにバーストスラッシュ入れたいね。ここだ、うわ、当たんねかった。おらら、バースト、おらら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 、ららおい、フラッシュフレーム、痛いだろ、もう一発だ、フラッシュフレーム、キレ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 、ファイヤーがあるとこんなに楽なのか、ファイヤーがあるとこんなにも楽だったのか。よし、来い、もう一回お前をファイヤーの餌食だ。はい、マジック、マジック、ファイヤー、ファイヤー、あら、キレキレキレ、やってやる、あら、はい、キレ、バーススラッシュ、あら、お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 前なんか炎があれば楽勝なんだよ、おら。なんか悔しいけどな。なんか悔しいけど、一回目で倒せなかったのか。私の全てを受け止めてくれ。受け止めたら交通事故になっちゃうわ。はい、ホームラン、うぃーしー、うぃー、キウイ二枚おろしよ。ちょっとかわいそうだけどね。どうだい、マイフレンドは、これでおしまいだ。また一段と早くなったじゃないか、マイフレンド。もういいって、ローチェ。次は誰だ。おお、言うね。やんのか。第7歩兵連隊が相手だ。そんな無粋な真似はさせないさ。ああ、まあ、意外とね、騎士道精神あるからね、こいつ。マイフレンドに来る。なんかこう、神羅のやつらってちょっとなんか憎めないとこあるな。神羅兵たちね、神羅兵たちの方ね、こうなんかね、うん、まあ、悪いのは上のやつらだけってことだ。サンキュー。なんか美しいね。隊長としてしっかりと部下を率いてきたようだな。さすがはマイフレンド。やめて、なんかゾクッとすっから。同じくバイク警備隊を率いた隊長としてリスペクトを送るよ。いいね。そんな部下思いの君に、なんかくれんの。剣ちょうだい、剣、剣ちょうだい、剣、ローチェ君キーホールダー。ローチェ君キーホールダー聞いたんだけど、何、ローチェ君キーホールダー。さあ、行きたまえ。この先のリフトを降りれば港だ。サンキュー。いいのか。また追いかけるぞ。怖いね、クラウド。いいだろ、勝手にしろ。うわあ、初めてのゲームオーバー、ローチェに献上しちゃった。説で強かったよ。良い旅を、マイフレンド。うわあ、属性攻撃持たしとくのって大事だな。ファイヤー、そう、マテリア1個ファイヤー持ってるだけでこうも違うっていうね。あ、いつもだったらこうティファがね、こういろいろマテリアを持ってくれてるんだけど、こう、いや、あのフラッシュフレームがやっぱり全然当たんなかったもんな。やっぱり止めて攻撃だね。待って、ローチェ君、ローチェ君人形、ローチェ君人形キーホルダーだっけ、なんだっけ、これだ、ローチェ君キーホルダー。うわ、かわいい、ちょっとかわいいんだけど、ローチェ君キーホルダー。有志のファンが作成したローチェ公認のグッズ、武器アビリティ使用時に消費 ATB が少し節約。え、めっちゃいいじゃん、ローチェ君。
今何クラウド装備してるんだっけ。今はあハイパーアリスとか攻撃力 5% アップの最大 HP 250 アップ。あーローチェック人形つけようかな。 ATB 消費が節約されるのは結構でかくない。ローチェック人形つけようすごいなんかいびつなんか異質なものが一つついてるけどね、ローチェック人形。いいじゃん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 、まあ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 、まあまあ、いいんじゃない。よしローチェバイク隊隊長に蹴れ。無視かよお前ら。よし行こう。なかなかきつい戦闘だったぜ。いっぱいあるね。でもあ300ギルありがとうございます。でクラウドちょっと一回自分のケア自分でケアルかけとこうか。きっとなこの辺の死んだボックスで MP 回復すると思うよね多分。はい、MP 回復しない。あ奥だな。ちょっと待てよ、この辺ちょっと回収して。うわまた宝箱、なんでこんな潤沢にいっぱいあるんまたボス戦ない。大丈夫、なんかすごいいっぱいアイテムくれるえなんでこんないっぱいアイテムくれる。逆に心配になるわ。ローチェとの戦闘の後にさらなるボス戦が待ってそうだな。あタークスと戦うとかあんのかな。ちょっと怖いっすね。やっぱり一人ぼっちだとなかなかきついね。まあ、さっきもご覧入れたようにこのゲームってもうとにかくバーストさせれるかどうかが一つの勝負なんですよね。でやっぱり全滅した時はそれをバーストできなかったので、まあ、後手後手に回って速い動き栄翔中に攻撃されて回復できずに死亡っていう、まあ、その辺難しいですね。でも常に魔法マテリアを持ってるわけにもいかないし、なかなか難しい戦闘でございました。まあ、こんなところかな。おこの先か。おいるかい。ここどこだ。甲板に出てきた感じだね。静かだな、やけに静かだ。誰もいねえ。お船だ。あ移動できるね。よし全員乗れ。でっかい船、みんなに伝令。おここで別れ。お前たちはアルジュノンへ行ってくれ。行ってくれ。説明してもらえないのでしょうか。うん、さっきのバイクのやつか。あれはなんていうの、変なやつだ。見ればわかります。見ればわかるって言うな。知りたいのは隊長が我々を追い払おうとする理由です。追い払おうか。我々はそれほどまでに足手まといでしょうか。いやそんなことはない、信頼してるよナクラド。それとも隊長が襲撃者本人なのでしょうか。うわ痛いとこついてくる。騙したことは謝る。うわすまなかった。襲撃者だって言っちゃうんだ。申し訳ありません、冗談が過ぎました。襲撃者は若い女です、隊長ではありません。そうだね。でも分かりました、隊長はとにかく何が何でも一人になりたい。お察しできず申し訳ありません。分かってくれ。申し訳ありません。分かってくれ。いや気にするな、またどっかで会おうぜ。我々は隊長のリーダーシップの下で団結したパレードの高揚感が忘れられません。俺もだぞ、あの興奮忘れられねえ。よく考えれば隊長とはお会いしたばかり、一つになれたというのは我々の一方的な思い込みだったんでしょう。いやいやいや、あの興奮、そんなことあの興奮はもうない。パレードは俺も楽しんだ、興奮した。でも分かってくれたなら言ってくれ、俺は一人になりたい。うん、この興奮が一人じゃないと処理できないんだ、ごめんな。うわーなんかちょっと寂しいね。あちょっと待って、感動しちゃうから。うわまたお会いできますよね。また会おうぜ。ああもちろん、一緒に興奮しよう。うわーおこういうのに弱いんですよ。で当選簿ですよで当選簿ですよ。あ港の末尾、いや何この敬礼を背に進めと、なんと切なく胸熱な展開なんでしょう。一度は神羅を裏切った俺なのに、神羅の奴らに神羅兵たちにこうやって敬意を荒らしてもらってね、ありがとう。お前のことは忘れない、また一緒に興奮しようぜな。お前たちも興奮しただろ。おい俺も興奮したぜ、なんならもう一回ぐらい興奮しようぜなあ。お前たち、よし降りてきた。ジュノンコ連絡船
停泊所。連絡船の停泊所、これもう船に乗るやつじゃないですか。船に乗るやつじゃないですか。みんなおる。なんか人いるけど。大丈夫。クラウド。大丈夫。ちょっと行ってみる。うわ。こっちなんか行ける。ごめん、クラウド。なんか行けるんだったら行ける方もちょっと見てみたい。だってこういうとこに大体なんかあるじゃん。なんもないか。これなんか裏とか。これ海の中入れる。クラウド、海泳いで行かない？海泳いで、よし。泳いで行こう。泳いで出して、何あれ、サマータイムって書いてんだけど。パリピ船？パリピ船がある。これ以上泳げない。パリピ船があるんだけど。豪華客船じゃん。豪華客船編？豪華客船編なの、これから。豪華客船クルーズ編になる。おいおい、クラウド。パリピ船で俺たちもクルーズに出かけようぜ。で、パッと見なんか仲間たちがいるようには見えないか。ちょっとさらっとこの辺をちょっと探索させて、ちょ。なんもね、行こうか。いや、でもこの辺もやっぱり襲撃者がおるっつってさ、警戒状態なんじゃないの？船は大丈夫だよね。ああ、船は大、あ、いる！ゴリゴリに、おっぽが燃えてる犬いる。とにかく社長が無事でよかった。ハルクもいる。さっさと、あ、メンコレディも二人いるわ。事件の犯人ってもう捕まったのか？クラウド、なんとか合流。無事だった。だけ。ああ。よし、そんじゃ。お、マジで？クロマントたちと一緒に船旅とシャレコンか。おお、あ、クロマント乗れるの、クロマント。チェックされてるね。あら、乗船券が必要。どうする？乗船券が必要です。あ、後ろから乗り込もう。忍びよう。密航。クロマント2人ぐらいいるけど。ああ、後方から行こうつって、あいつらチケット持ってんだ。クロマントなんかいっぱいいない、ね、クロマントめちゃくちゃいっぱいいるんだけど。なんで神羅の人たちはこんな怪しいやつらを乗せてあげるの？おかしいじゃん。あ、そうですか。まあ、これはこれで普通のなんか旅行する用の船なんだろうね。事件の犯人で捕まったのか。裏から入っていきましょうか。どうやって入る？どうやって入るん、ここから。あ、なんかこれ、ヒゲ船長。君たちはなんだ？ちっと。俺たちは神羅の人なんで。パレードで社長賞もらいました。ご褒美でコスタデルソルへ行けるんです。おお。ルーファウス社長がこの船に乗れって。うまいこと言うな。何も聞いていないか。え、聞いてないの？社長、気まぐれだよね。気まぐれだからな、あのサクパス。後ろの連中もかね。はい。ペッタッタッタッ。そうか、お前らチケットだよな。お客様同士が揉めています。仲裁お願いします。なるほど。わがままな客が多くてね。二等室で頼むよ。 お客様は裕福な方々が多い。失礼のないようにな。入れる。お前はサボってないで仕事。水平だから了解。なりきってる。それから犬は戦争だ。あら、わかった。よしよし。よしよしっつって。バラ、なんで戦争なんだよ。うわ、こいつらもこいつらでチケット持っててなかったからついてきたんだ。急げ、出航するぞ。うわー、船に乗って。あら、待って待って、ちょっとターン。なんでお前も行くんだよ。はいはい、乗ります。もう出ちゃったよ。ねえ、ちょっと嘘でしょ。乗るって言ってんじゃん。あれ、こいつともう会えないのかな。もう最悪。泳いでこい。クロールクロール、平泳ぎ、バタフライ。チャプター5、狂乱の船旅。狂乱。この船の中でも一悶着あんの？連絡船第八神羅丸降板。全く今までにない展開来たんだが。うおー、パリピ船じゃん。ちょっと楽しそうじゃん。金持ちたちが暇を持て余して船の中でなんかパリピンになるやつでしょ。おお、アニオンクーニャ。お前も金持ちだもんな。あ、いや、マダムマム。お前らそういう関係？あ、なんだこいつ。今のピンク髪誰だ？
うわ、たくなんだいあの子。絶対怪しい、絶対怪しい新キャラ出てきた。ここでこいつらと会えるんだ。潮風が染みるね。ミッドガルとは違う、いい風だ。いい声だな、アニエ。私にはちょいと塩辛いね。そうだね、肌が荒れちゃうからちゃんと塗って塗って、日焼け止め塗って、アリー塗って、アリー。いやー、風が気持ちいいね。働け水平どうかしちゃって悪くねえな。いや、まあ、つかの間の休息っつってな。私が探ってこようすぐ探るな。うわ、船旅か。コスタデルソル犬って交番出ていいの？怒られそうじゃね悪い気はしないでしょ、レッドパーティー、うん、いいね、いいね。それからファズは第八神羅丸清掃。それっきり。今でも大きな人を見るとドキッとする。ドキッとする。そっか、うん、何でも聞くからね女子トークか。さて次はいよいよ大事件。え、何？嘘、これ以上の事件があるの？聞きたい聞きたい。そうなの。何何何？初恋。うわー、胸キュン。大事件、聞きたい聞きたい。え、ティファの初恋は？ティファの初恋の人誰？俺だお前らも着替える、いつまで死ないぶってんだ。あ、クラウドも着替えちゃって。初恋編はまた今度。え、聞きたい。俺も混ぜて、私も混ぜて、私も混ぜて、私はサワコ私も混ぜて。見回りどうだった？見回り、クロマントは二等船室に集められてる。おお、シンラの追っ手の気配はない。集められてるか、かわいそうだな。ちょっと変装は終わりだな。そうだね。そっか、じゃあ最後にケレ。気に入ってるじゃん。ご苦労様。うわ、かわいい。おう、ルーハウスの提案聞いたぜ。まあ、あいつもあいつでなんかね、作詞だよね。忍者娘がめちゃくちゃにしちまったが、正直俺はほっとした。あ、逆にシンラと手を組むぐらいならってば。誰が社長だろうが、シンラはシンラ、取引なんかしたくねえ。そうだね、バレット。お、連絡船第八神羅丸へようこそ。ピンポンパッポン。船長のチトフです。チトフさん、本船はコスタデルソロへ向け順調に航行中です。なるほど。短い船旅となりますが、どうぞおくつろぎください。お、パリピライフ楽しもうぜ。なお、船旅の余興としてクイーンズブラッドの大会を開催します。マジ？参加を希望されるお客様はこの後ラウンジにお集まりください。クイーンズブラッドやろうぜ。俺結構強いよ。クイーンズブラッドの大会だって。やりたいやりたいやりたい。行こう着替えろ、まず着替えろ女子二人。はあ、さてさてって感じか。でもこんななんかスッといくかな。ねえ、うわー、船旅の余興中上げで、うん、チャプター5に行きました。キリがいいのこれにしましょう。この船旅、まあ狂乱の船旅って書いてるからね、このままスッとそのコスタデルソルなる町に、着くとは思えませんが、ちょっと楽しみ。何か違う狂乱のイベントがあるんでしょう。クイーンズブラッドもちょっとやりたいしね。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お相手は佐々木ひかるでございました。ほいじゃあまたね、バイビー。